じゃん。だからちょっとメイクをやってたよ。ちょっとまだベースでもね、やばいの今めっちゃね、不安定なね、わわわ、めっちゃ不安定な、めっちゃ不安定な、なんていうの、携帯が置いてるから、やばい、ほんと怖い。急にバンってなったら終わる。めっちゃ怖いの。え、やばいよ今。ティッシュもだし、パックもだし。ほんとやばい。だからめっちゃ怖い。バンってなったら。うん。あの、あれがなくてさ、聞けばあったのかな、ワンちゃん。携帯はめるやつ。やばいよ。不安定すぎて無理。そう、時間がめっちゃあるからね、何しようって思ってさ、悩んだ。こんにちは。ストーリー可愛かった？え、全然ミストが。明日もよくスト、最高、いいな、夢の国。人生で初めて髪染めた。すごいいいよね、ルンルンじゃない？テレワーク中配信ありがとう、ありがとう。このミストもないんだよね、コスメデコルテの。私が家にあるバニラコのやつがめっちゃいいんだけど、これ使い終わってから使おうかなって思って。まだ今日の夜選挙よろしくね、ありがとう、会おうね後で。髪の毛もね、ちょっと髪の毛はどうしようかなって。めっちゃ怖いんだけど、怖っ。髪の毛どうしよう。まだついてないよ。まだついてない。まだね、上は着替えるよ。今黒 T シャツ。やばいよね。えぐい。何の、やばい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 、ちょっと待って、ちょっと、ね、やばかったね、やばいね、やばかった、絶対ダメだよ、みんな。アイラインがなんかさ、チャイムさ、あんまり、無事でよかった。アイラインを引くよ今。チャイム、てかこれやばいな。てか本当に今この配信のあれが本当にやばくて、もう見られたら恥ずかしいよ。前髪切りすぎました。大丈夫？ちょっと引っ張ったら伸びるよ。涙袋のやつは私まだ涙袋、あ、目だけやったんだ今日メイク。そういえば私は
あとめっちゃシャンプーやったら伸びる。涙袋はねこちらにあります。このエチュードのプレイカラーアイシドクールステージっていうやつを塗った今日で、このあ、待って、違う、あ、これをよく使うけど、このこれもよく使う、このいちごミルク、今日いちごミルクにするか、このシピシピのいちごミルク、いちごミルクをね塗る、全体的に、結構全体的に。でもなんかちょっとやばい、今日ラメとかなんか塗っちゃってあれだからやばいかも、重ねまくりみたいになっちゃってるけど、ピンクになりました。いちごミルク可愛いよね。いちごミルクを塗ったら今度はキラキラを塗ります。アイラインなんかね、私もずっとセザンヌのアイラインをね、セザンヌのアイラインを買ってたんだけど、結構早く、なんかなくなるのがなんか早くて、で今はなんかね、このうわめっちゃ危ないじゃん、このケイトのやつを使ってます。ケイトのアイラインか D アップのアイライン、かっこよすぎ。ねえやばいんだけど、メイクポーチをここに置いてること自体終わってる。そうで、やばいよ、絶対事故る、 100% 事故る。血色なくない？チークとか塗ってないから。シピシピのグリッター、わかるよ、めっちゃ可愛いよね絶対。私シピシピの、あ、でもピンクベージュはめっちゃ好きで使ってるよ。ピンクベージュめっちゃ可愛い、めっちゃ自然で可愛い。今日も超可愛いだって、ありがとう。たくさん前髪がなんか伸びてさ、でこの後は、ね、めっちゃ怖い。もうでも影もね描いちゃってるから、これ以上描くとみたいなところあるから、これくらいにして、このエチュードのこのちょっと開けません、ました、この濃い色、この濃い色をこっちのなんか細めな筆にとって目の際に描きます。ここら辺、ここ黒目の下ぐらいまでいくか。こうするとね、目なんか締まります、目が。では反対も、こっちの目際に塗ります。はい、塗りました。でからの次はチーク、そう、際になんかまつげさ、今日なんか急いで朝つけたらなんかちょっと不安定な、まあ、感じになっちゃってて、どうしよっかなみたいな。え、雨降ってきた、マジそれ終わった、マジで？
シメイロもそうだよ、シメイロいいよ、めっちゃ。今日の格好はね、なんだっけな、なんだっけ、ちょっとあんま言ってないやつかも。待って、あれだ、お餅っていう色ね。なんかまつげ取れそう、こっちやばい。どうしよう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 、一回取る、一回取るか。涙袋に作ってるアイシャドウ、今日はね、今日はいちごミルク、シピシピの、あ、そう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 、アイクローゼットのお餅。結構でも、なんて言うんだろう、縁がある、ありめなやつです、めっちゃ。だから結構見えます、とっても。こんにちはこんにちは、お疲れ様だって、お疲れ様、ありがとう。いや、癖強いよね、おもろくない、お餅お餅です。で、そっからでもなんかさ、クマを消すのはでもギリギリがいいかなみたいなところもあるじゃん。だからチーク、練りチークにするか粉のチークにするか悩むエリック、ヤッホー、アイクローズ、そう、めっちゃ濃いよね、あれも。昨日シュークリームの写真変えた、よかった。どっちも別に使っ、どっちも使ってもいいけど、リップ教えてほしい。最近リップでしたね、いろいろなんか使いすぎて。でも最終的に一番最後はこのガーディナローズなんだけど、私のまつげ美容器は最近は資生堂と、資生堂とマジョマジョを使ってる。そう、リップはね、でも最近買ったね、この可愛いリップもめっちゃ可愛い。可愛くない？なんかどこのって感じだけど、猫、うさぎだ、うさぎちゃん、可愛くない？これも塗るし、まあ、最終的にこれを塗るんだけど、さっきのはデイジーク塗り。そうそうそう、一番最初に塗ったのはこのデイジークの、ちょっと待って、これ何番やろうか、待ってね、超怖い。クランベリー、クランベリーなんとか、10番、シャープ10発光やばい、シャープ10です。めっちゃ怖いんだけど、うん、なんかまつげがさ、なんか取れそう、こっちの目が。どうしよっかな、めっちゃ取れる絶対。今日はあの、まだね、もうちょっとマスカラを、取れそうじゃない、どうしよう。韓国コスメ使うよ、こっちのまつげはいいのに。取るしかないかな、ちょっと待ってね、ピンセットとノリが必要です。ノリ、待って、ノリない、待って、あったあったあった、怖っ。勝手な ASMR みたいになってない、ね、めっちゃ怖い、事故る絶対、絶対事故る。松井くんお仕事的に大丈夫だよ、じゃあ一回撮るか。でもなんか撮れるかな、結構しっかりめなんだよね、ちょっと鏡が汚いちょっとしっかりめだから、あ、撮れました。梨食べるのいいな、梨絶対まつげ抜けた、自分の最悪。ちょっと待って、付け直します。まつエクはね、なんかね、一時やったけどね、
なんか結構コロナ禍でやめちゃったんだけど、なんかねやってたけど、結構なんかやっぱ自分のまつげを伸ばした方がいいよなみたいなのになって、結局で育毛した、まつげちょっと頑張ってつけます。頑張ってつける、結構むずい。なんか手震えるし、なんかめっちゃ手震える。頑張るよ、私は頑張るけど、なんか短い、これでこう、このなんていうの、ピンセットの裏反対側でこう押す、最後にもう一回。なんかさ、でも粘着がなんか弱いね、もう。つけれましたけど、ちょっとこっからマスカラをする。こっからマスカラをするとやばい。で、こっから気をつけて、危ない。このエチュードのマスカラを塗ります。うわ、危な。もう怖いよ。マジでこのまつげがさらにいい感じになります。ではやっていきます。まつげをね、塗るって感じ。え、待って、なんかちゃんと、なんかすごい、なんか粘着がやっぱ弱いか今日。まあでもね、弱くてもね取れないことがね結構分かって、意外と取れない。メイクうまくいかなかったら自分に怒ってそう。そんなに？めっちゃ怒ったりはしないけど。ほら、生きてきたよ、まつげが。これはでも自分のまつげをに塗ってるっていうよりかは、このつけてるやつにを塗るみたいな感じ。こうやってはずい、なんかこうやってやるの。まつげも生きてて偉いよね、本当に。でも目頭のとこにちょっとなくてね、いや足すかなって今悩んでます。足すか悩む。これでダマを取るという。どうですか？なんか目頭のとこがないよね、マジ。ちょっとほら上がったくない？まあでもいっか、今日は目頭はいいよね。昨日のチークを知りたい。あ、昨日のチークは練りチーク。待って、私がお気に入りの飴なんか入ってます。まつげ上がった？私さ、飴とか入れちゃうんだよ、マジ。こんなメイクポーチの中に。いい具合にして。で、私の昨日のチークは、この2つ。まず、先にキャンメイクのパールの、紫のチークを塗ってから、上に、この、これを塗る。これ美味しいよ、みんなおすすめ。カフェオレ味なの、しかも。なんかでももうパッケージこんなんだっけ。そう、一旦このね紫のチークを顔の
とかに塗ります。お手手で、お手手手で塗ります。結構これね、プニプニしてるんですよ。プニ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 やばいよ、めっちゃ気持ちいい。これでこう結構取っちゃったって感じで、笑って超怖い、笑ってからつきます。ここら辺やって、ちょっとこっちだけしましたで反対もやっていきます。反対も同じ、笑ってこう、ちょっと左が濃いので右を足します。ちょっとだけ、結構ね発色、なんかキャンメイクの発色やばい、めっちゃもうすごいもん。塗れました。そしたらめっちゃ有能です。でこの U ピンクのね、やばいの、私この U ピンクのへこんでてやばない？へこみすぎ。これもこれはスポンジでやることもありますけど、ちょっとスポンジが見当たらないっていう事案もあるので手でやります。これもこれも発色いいからちょっと適度にね。わかる？ハイライトを今日それ使った、鼻のこのちょっとこれをまた重ねる。ちょっとこの頬のなんていうの、高めなとこに重ねます。ちょっと混ざってますって感じで、反対も反対こうちょっと反対も同じように、このちょっと濃く見えちゃいましたけど本番は、本番というか時間はまだあるのできっと落ちるでしょう。はい、からのじゃあその U ピンクのハイライトも目頭、ここのここに入れます。ここに、やばない？私このハイライトやっとこ見つけた。こっちもここに、ここになんかここに入れました。はい、でさっきもやったけど鼻に、だから口色の上にこうぷっくりと見せるよって感じでハイライト終わりました。下からアングルすぎてやばい、顔がもう終わりますよね下から。これね01番の方、まつげいい感じじゃない？さっきより上がってる。まあね、またさらに使う、上げる時もあります。上げる時じゃないよ、もっとマスカラを足すこともある。このマスカラもよく使う、キングダム、これも使います。このキングダムもよく、このコームがなんか2個あってさ、ちょっと細かくない方をこう塗ったりもする。さらにこうハイライトの濃い方はノーズシャドウに入れる、鼻のとこに入れます。マスカラ
結構なんか縦に塗るっていう、塗りました。そう、待ってね、怖い、これ置くときめっちゃドキドキする。んで、さっきのやばいよね、やばくない？この束のやつをちょっとこう広げ、あ、でもあんまりやると様子が悪いけど、できました。ちょっとまだ、もう本当はここにもね、いつもつけてるここの目頭、ちょっと今日はこんぐらいにしときましょうかね。そうで、ピンセットは絶対なんか拭かないとね、まつげつけるときにね、離れなくなっちゃうの、これから。だからこれで終わりました。で、からの、でももうチークも塗ったしね、ハイライトも塗ったしね、何でも塗ったよね、もう。逆に何、ちょっとこれ筆直すの怖い、ちょっと待とう。今日の髪型悩んでるよ、何がいい？あ、何がいいじゃないや、でもゴムがあるのかな、そんなにあるか不安です。ある程度顔はできてますかね。リサになりたい？本当に？優柔不断だよ、めっちゃ優柔不断すぎて、本当にね、自分も嫌になりますぐらい優柔不断。まずい、綺麗。なんか束にするときめっちゃ悩んだんだよ、束のやつがめっちゃ悩んで、いやでも束のやつはめっちゃ悩むなってなって、結局今日は束のやつじゃないやつにした。やっほー、チーク可愛いですか？てか充電が似合ってて可愛い、嬉しい。ちょっとこっちの充電 80% とか、ちょっとごまし、ダメだくよ、かわいい。ほんと？嬉しい。ちょっとめっちゃ怖いんだけど。揺れてる。超怖。あとはシピシピのラメとか。なんだ？シピシピのラメと。あ、でもラメいっぱいあるわ。めっちゃラメたくさんある。ペイありがとうね、サイン会参加してくれるの嬉しい、ありがとう。ん？ここにもピンクのあれ入れようかな、このキャンメイクのなんか06番、ちょっとピンクっぽいやつをここの目頭のとこにもやってみます。目が変わるよ、ちょっと大きく見えます。ちょっと変わった、ほら、ここに書いたから、なんて言うんだろう、なんかリサの目ってさ、なんかめっちゃ目をさ、なんか近いって思ってる人とかはこういうの書かないじゃん。で、離れてちょっと離れてる目が気になるなって思ったらまやるんだけど、私ってなんかさ、どっちの目でもないっていうかじゃない？だからあんま切開ラインとか描かないんだけど、でも描くと目がこうなんか縦にここを入れるだけでめっちゃ変わります。
23区で山吹嘘でしょ。えどういうこと。え何これから何何こんにちはこんにちは。えさっき呼んだみたいな言ってなかった。また振り出した感じ。ゲリラ豪雨じゃない感じ。てかまた台風来てるよね。やばくない。え雷マジか。雷怖い。フラッシュみたいな光り方するもんね。え明日には台風。台風来ないでほしい。あ、え、まだ台風じゃないの。なんか10号みたいな、台風10号みたいな、あれも違うの。なんか関東、関西あたりにみたいな。怖いよ。目の前で雷落ちたらめっちゃ怖い。え、そうそう、関西に10号みたいな。え、それとまた別ってこと。台風来週ですね。さそれか、それがまた10号になるだろうってやつだのか。雷ダメだよ、めっちゃ怖いもん。なんかこの間やばかったよ雷が。もうあのなんて言うんだろう、なんかあまりにもなんかやばい雷すぎて。うん、富蔵さんありがとう。花火叫ん、え、なんかもう怖い、なんかなんかもう何とも言えんぐらいの音がやばくて。やばかった。ガチ直撃、関西に直撃。この前雷の中なんて怖いよね。なんかさ雷安全とかなくない。家が安全だろうかもしれんけど、あのなんかあれだよね、停電とかさ。関西、今回は関西。こんにちは初見でしたってありがとう。あったさ九州雨やっぱマジ雨、なんか全国的に雨っていうか。たけぴーハートありがとう。え、停電困るよ。停電超怖い。なんかよくこの間埼玉とかね、なんか停電したって言ってたよね。怖い。晴れてるの。北海道晴れてる？雨多いよ。ずっと天気不安定だよ。TM ヤホーヤホー。てかそうだよね、9月って台風なんだっけ時期。ゲリラ豪雨した。うわ怖そう。月曜日停電した、やば。え、なんかさ怖くない。なんか停電はあんま経験したことないんだけどさ、突然電気消えるとなんかブレーカー落ちたかとか思いそうブレーカー落ちたかなとか思っちゃう。え、そうだよ、9月さ本当に終電とかもあるからお願いだからさ、やめてほしい。みんなが来れなくなっちゃうよ。ちょっと充電そろそろしよう、怖い。あ、そう、サッカーのねイベントもね公開されたんですよ。見てくれましたか。 FC 東京さん嬉しい。なんかあの前回、前回というかよくこうあの去年あれ今年あれとかからすごくあのそれこそ球場とかでライブとかをさせていただいたりとかしてたので、でもサッカーはなんか私も生で見たこととかないから
ちょっと気になるし、ちょっとでも楽しみ。 FC 東京的嬉しい。国立初めて。初見さんだ、こんにちは。こんにちは。不調なんだ。めっちゃサッカーさ、本当に詳しくなすぎてさ。こんにちは、たてこやほ、ほうすいはた、ありがとう。こんにちは、仕事中に癒されたって嬉しい。やほ監督さん、ご飯いっぱいあるんだ。いいな、いっぱい。いいね、ご飯いっぱいあるのいいな。じゃあいっぱいね、来てくださる方たくさん美味しいのいっぱい食べてね。FC東京のファン、味の素スタジアムね、いっぱい食べて。私、ほんとバレーボールが好き。食べ歩き大好きだよ、リサ。食べ歩きほんと好き。最近食べ歩きはしてないですね。うん、そう。ん？花火？すごい。どこの食べ歩きがおすすめ？食べ歩き？私が、でも行ったことないんだけど、行ってみたいのが、豊洲の、なんか豊洲なんとかっていう、なんか、食べ歩きなのかな、あれは。なんか、それに行ってみたい。こんにちは。日本にいたら魚見えてきた。あー、そっか。そう、日本っぽい。なんかそう、豊洲千客絶対違うよね。なんかそうそう、新しくできたところで行きたくて。なんか築地とかは行ったことあるんだけど、豊洲のそこに行ったことなくて。そう、あ、それかも。千客万来、千客万来っていうのかな、豊洲の。気になる、めっちゃ。なんか何回かテレビで特集みたいなされてて、行ってみたいって。あ、そっか、でも海外の方をこう、あれか、ウェルカムって感じなのかしーちゃん、初見さん、こんにちは。こんにちは。めっちゃいいの？行きたい。行ってみたい。やっぱあれだよね、朝とかから行かんとさ、もう終わるよね。閉まっちゃう。こんにちは、初見です。だってありがとう。海の始まり見てるけど、今週のまだ見れてない。ねえ、行ってみたい。おいしいお魚食べたくない？なんかさ、なんかお魚もだけど、なんかお肉とかも、なんか串に刺さってるやつとかね、気になる。シェイクよろしく。ナフタ、ありがとうね。ナフタをつけてくれたの、カントよろしく。やばいよ、インスタ何回か見たことあるんだけど、マジで美味しそう。美女がやばい。そう、早くな、アニメマジ見てなくて。最近クラブにハマり始めましたって。ありがとう、山田。いっぱい食べれそうだよね。だからなんか海鮮が苦手って思ってる方とかも全然いける系って感じ。そう、来週延期なんだ。そうなんだ。福岡も魚美味しい店多い。多いかも。福岡はなんだろうな、よくあるのはそれこそなんか、タイ茶漬けとか、タイ、みんなお腹空いてきた？なんか食べる？
今の時間って 何のご飯なんだろう。夜ご飯？ごまさば、ごまカンパッチ。あ、それだ。夜か。宮島で食べ歩きしてて、そう、してた、楽しかった。あの揚げもみじ大好き。イカね。おせんべい食べてるようだって、最高。ガチで美味しい。ふわえ、わかる。かき氷食べたい。夕飯の時間かな。福岡の屋台ラーメン食べたいだって。福岡ね、屋台ラーメンいっぱいあるから。みーちゃん、やっほー。今日ご飯食べてないからお腹空いた。何食べる？もみじ。え、知らない。もみじせんべい。今から終電まで仕事？長いよ。長い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 。仕事終わった、お疲れ様。何食べるか決めてない。久々にビクドン食べたい。あ、ビクドンね。てか未だに行けてないんだよ、ビクドン。まだ行ってないんかいって感じじゃない。未だに行けてないんですよ。そろそろ行ってって感じ。びっくりドンキー。なんかいつもさ、なんかビクドンの話したら、あのフルネームで言っちゃう。びっくりドンキー。こんにちは。え、なんだっけ、みんなおすすめなのチーズ。びっくりドンキーはチーズ。シュシュ、でかい。イクラムシワリでカラオケ。カラオケ歌ってくれたの。本校は全部見れてないんだよ。チーズバーグディッシュ、ポテサラハンバーグ。何、ポテサラハンバーグってどういうこと。だってポテサラ乗ってる感じ。周年の時もの。最高最高です。こんにちは。フォローしてくれてありがとう、山田。嬉しい。こんにちは、チャルムくん。いっぱいメニューあるよな。なんかお腹空いてくる。先週行こうとしたら駐車場いっぱいで。人気。仕事戻りましたって。頑張ってね、頑張って。今から友達と飲み行く。いいね。声めっちゃ元気。本当？今、あ、読んだね。最近気を、えらい。作ったの天才ちゃん。お花頼んだよ、だって。ありがとうね、おにぎり。ありがとう。こんにちは。もう一部、あ、もう始まるのか。今夕飯作ってる。そうだね、この時間だもんね。6時。もう間も6時。今ポテチ開けた。ポテトチップス。何でもフルネームで言っちゃうんだけど。ホットケーキ焼いたの。ホットケーキ、ホットケーキ焼いて、ホイップ盛り付けいただきますって感じ。顔漫画ってさ、どんなやつだっけ。なんかガパオライスなんか思い出すんだけど、どんなんだっけ。今日は茨城県から大阪まで運転中。遠い。これからバイトやから。終わったら食べてね。鳥のやつか。シンガ、なんかさ、そういう系をさ、ずっとさ、あんま食べないからさ、たまになんか気になるなって思うときめっちゃある。ガパオライスみたいな感じで。唐揚げ食べてきました。唐揚げ、唐揚げ美味しいよね。唐揚げ大好き。今日のお昼パスタ食べた。なんかパスタとかもなんか無性に食べたくなるときある。わ、今めっちゃパスタ食べたいやーってすごい思うときあります。お花、ありがとうね、ゆうきん。お腹空いてきた。みんな今から食べるの。みんな今からご飯タイムですか。
カワンガヤジョイちゃんもすごい、なんかインスタ、なんだっけ、なんかで見たよ、リコちゃん食べてたよね、なんかなんだっけ、インスタだっけな、なんかでね見たで、あーと思って、やっほー、こんにちは、こんにちは。炊飯器で作れるけど炊飯器ない、ないんですよ。あみちゃん、初めてお話会来てくれるの、よろしく、ありがとね。お昼大盛りの冷やし中華食べて、やば、大盛りの冷やし中華やばい。これから食べる1000回見るよ、だってありがとう、1000回ね、よろしくね。今日はでもあれだ、お話しする系タイプのやつだからちょっと違うね、ショールームのあれとはまた違うね。そう、あとは違う感じの感じ。こんにちは、ヤッホー、ネギ塩さん、ネギ塩牛タンって名前やばい。おいしそう、牛タンとか、なんか焼肉なんか久々に聞いた響き。マユハートありがとう。夏休みしか終わらない、やばい、もうちょっとで始まる感じ。中すいた、中すいちゃう、こんにちは。牛タン食べたくなってきた、牛タン、牛タンいいな。こんにちは、僕も地元福岡なんで、あ、え、一緒、リサも福岡だよ。福岡めっちゃ本当にいい。え、今沖縄にいるの、え、送って、食べたやつ。夏休みの宿題は、私はまあ、自由研究とか読書感想文を一番最後にしちゃってた。いっぱい食べたもの送るからねって、ありがとう、嬉しい。ももちゃん、リサしかかた、ありがとう。牛タン食べに仙台、いや行きたい、私ずんだも好きだから、そう仙台行きたいです。なかなかね行くことがないからさ。ももちゃんハートいっぱいありがとう。夏休みが欲しい、やっほー、こんにちは。私は夏休みしか未だにやってない。え、どういうこと、未だにやってないの、え、え、やばい。待って、え、大丈夫、提出し損ねたってこと。待って、おもろい。でも私もなんかね、そのなんだろうな、数学とかそういうなんかテキスト系は早く終わらせようと思ったりして、ちょっと夏休みが始まるちょっと前にもらえたりするじゃん。だから絶対に夏休みが始まるまでに終わらせたいとか急に思うスイッチが入って、で終わらせたりとかしてたんだけど、やっぱ自由研究とか読書感想文は本当に無理で、もう何について調べたらいいかが分かんなくて困ってた。そう、謎にね、そう謎に早く終わらせたいみたいな。あー、提出、そっか、夏休みの宿題ちゃんとやった。あとなんかさ、なんか夏休み明けテストみたいなのがあって、なんかその夏休み明けテストが、なんかそのね、夏休みの宿題の中からの範囲の中からなんか出題されるみたいなのがあったりした時があって、だからそのちゃんと真面目にやってないと解けませんみたいなのあったですよ。10時くらいのアニメ再放送見てからやってた。すごい覚えてんな、すご
私な何についてしゃべるのも何も見てないんだけど、早く終わらせたい気持ちが最後までなかった。いやー、わかる。私は古文古典古典が本当無理で、なんかその答えを一回見て、あ、こういうことかみたいなっていう解釈もあるじゃん、なんか普通にあるじゃん、なんかそう、なんか数学とかはさ、そのこうやってやるんだとかじゃないじゃん、もう数字が答えでも出ちゃってるけど、そのなんか古文とかはそのなんかこうやこうなるからなんかこうですよみたいな、その答えの横になんかちょっと解説みたいな書いてたりしてたんですよ。だから古文に関しては本当に分かんなかったから、何回かその見たんですよ、答えを見て分かろうと。ね、答えを見ても分かんなかった。ね、本当に私古文無理、全然意味が分かんなくて、もう何みたいな、何が言いたいのってなって、もう分かんないってなった。超分からない。そうそう、古文漢文それでね、なんだっけ、上下なんかあったよね、わけわかんなくなって、なんか暗記なんか覚えさせられたんだよね、なんだっけな、キャンセル、いやほんと古文キャンセル界隈だった、まあ、そんな言葉まだなかったんだけど、うん、わかんない。今なんかそのさ、なんか当時はまだそのちょっと分かんなかったかなとかあるじゃん、なんか今になったら分かるかなみたいな、いやいやいや今になっても分からん。うん、ね、区切った、なんかなんとかなんとか区切った、分かんない。しかもこうやって読んだらいいのにさ、こうここ来てなんか戻ってみたいな、どういうこと、難しかった、できない。ちょっとこっちの目が充血してるから戻すよ。やばい、この目薬がもうない、バイシン。ねえ、何なの、カタカナとか入ってきちゃって、私目薬すのちょっと閲覧注意。はい、行きました。わ、今は昔竹取りの沖縄というものありけり、待って、それしそこのしか覚えてない、なんか何だったっけ、竹取物語ってっていう、もうなんか次元来ちゃってる。無理だったな。なんだっけ、え、古文と漢文の違い忘れた、なんだっけ、何が違うんだっけ、何の教科、え、なんだろう、なんかそう思うとなんかなんだろうって思う。ね、生物基礎は得意だった、生物はダメ、基礎生物だけ、生物基礎か、水平リーベみたいなやつ、あと、あ、英単語は得意だった、英単語テストが、なんかね、年に3回英単語テストがあって、やった、張り出される系だったから、はずいよ、落ちて不合格だった。そう、基礎が、基礎しか無理、生物基礎しか無理。なんか生物はになんかね、生物になった瞬間もう意味が分かんなくなった、え、なんでみたいな、なんか数学が入ってくるよね、やっぱなんか生物基礎までは結構暗記というか、あんま計算とかなかったんだけど、なんか生物になった瞬間突然すっごいなんか難しい計算みたいなのが出てきて、え、みたいな、なんこれみたいな、
超わからない。今仕事終わったお疲れ様。うん、メッセンジャー、待って懐かしい、メッセンジャー RNA やったわ。うん、10連勤お疲れ。10連勤は物理絶対無理そうだね。あ、無理無理無理、あの日本史も無理、世界史も無理。なんか物理はなんかやったんだけど物理の記憶がほんとないなんかなんかおじいちゃん先生だったなしか覚えてないやめてもらっていいかなって感じ。うーん、なんか科学の、あと科学の先生がすごい結構癖が強くて、なんかめっちゃ癖強かったよ。面白かったけど癖強くて、なんか笑ってたもん常に。喋り方の癖が強くて本当に面白かった。そう、古典も結構おじいちゃん先生だった気がするな。うん、でなんか生物の先生がめっちゃ厳しかったの。なんか生物基礎までは良かったんだけど、なんか生物になった瞬間になんかめっちゃ怖くてなんか怯えた怯えた、めっちゃ怯えた。普通になんか何って感じだった。怖い、急にやばい、長いからなんか前髪がなんかこうなっちゃう。仕事着いたくらい頑張ってね、雨気をつけて。こんにちは、学生時代思い出した懐かしい。いや懐かしいよね。生物と生物基礎の違い分かんなかった。え、マジで全然違ったよ。なんか生物でなんかそれこそなんかいけるとか思って、その選択とかだったんだけど授業が。で生物をもうやるってなったらもう生物をやるんですよ。でもなんかその代わり日本史と世界史をしないっていう、なんかの謎だったんだけど、そうあって、なんか急に生物になると計算が出てきた。めっちゃアンドロメダ焼きさん星ありがとう。あさって一日1個強化です。やばい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 、頑張れ。懐かしい。なんかさ、あの中間テストとさ期末テストがあったじゃんね。中間テストはまだまあ多いんだけど教科まだマシなんよ。マジで期末がえぐくて、量が、教科の量えぐい。計算嫌い、得意じゃないんです。計算めっちゃ苦手だよりさ、まつげ取れたかと思った今取れた。期末テスト懐かくない？もうやることないよね。周年の次の人、え、やばいよね。え、やばいじゃん。頑張って、本当に。え、わかるよ。私も結構一夜漬け、それこそ古文とかのなんかその訳、なんかそのなんとかなんなんとかなりきりとか、なんかそういうののなんかその訳みたいなやつはなんかそのまんま出るかなとか思って覚えて、そのめっちゃ一夜漬けみたいな感じでやった記憶ある。うん、あさってもし、やばい、頑張れ。もしやばい、わあ、なんかもうなんか思い出すな、いろいろと。で、あの、え、私の学校だけ
けだったのかな。なんか3日間か4日間あったんだよテスト。今日選挙よろしくねーのでよろしくりなちゃんありがとう。なんかその3日間か4日間かもあって、なんかその最終日にそのなんだっけな、あの最終日はなんか謎に教科がなんか少ないよ。3教科ぐらい、なんか4ぐらいあるよね結構だけど、なんか3教科ぐらいねだったけど、なんか最終日はもうあれですよ、風紀検査とかありました。風紀検査した？みんな前髪ちょっとアイロン通す、もういっか。うん、そう、服装、制服とか髪、あ、全部だよ。もう制服のまず、まあ、丈とか、眉毛とか、まつげとかじゃあれだけど、あとそのちょっと持ち物系も、前髪もだ、前髪あった。めっちゃ厳しかったよ、リサの学校。えぐいぐらい。あとなんか、なんだっけな。あ、でもそれが主にかな。厳しいよ。もう、あ、そう、あの珍しい髪型もダメ。あの、なんて言うんだろう。技巧的な髪型技巧的な髪型ダメなんだよ。だから三つ編みはいいんだけど編み込みが無理とか、えそんな変わらんくないみたいなとこだったけど、ダメだったね。そう、技巧的な髪型がダメ、 NG。なんかそれが生徒手帳に書かれてたの、技巧的な髪型が NG。 でも私技巧的な髪型をやって怒られたことはないんだけど、だいたい朝からちょっと時間なくて、あのギリギリに起きるから、だいたい時間ないから、その編み込みとかをねやってる時間が結構なくて、まあやっても三つ編みか、まあ2つか、まあが多かったかなってだったんだけど、あのポニーも雨の日はポニーだったね結構。そうで、なんかあの高さもダメだった。高さ厳しくない？髪のさ結ぶ位置とかいいじゃんねって思うよね。そう、え、ポニーテール禁止だったの？私もポニーテール、あのここのここはダメ、なんかここ男ダメ、ここのなんか耳より下じゃないとダメみたいな。三つ編みはね別に大丈夫だった。なんか編み込みとかしなければ、こことかから編み込んだりせんかったらここだけ三つ編みとかはいいけど、あとはそうツインもここ耳より下じゃなくて中高一貫って言われてるみたいな。え、厳しいよ。なんならなんか他の学校より厳しいんじゃないかってぐらい厳しい。
うん、厳しい。え、ダメだよスマホ。え、多分今はね変わったんだよスマホ。今は多分ねスマホはね多分持っていっていいと思う。ただ多分授業とかの時は直さなきゃいけないけど、それ以外は多分ね持ってていいんじゃないかな確か。多分ね時代が変わったからさ全然違うじゃん今と。だからさ、ダメな、マジ？なんか今はさもう絶対みんな携帯持つやろみたいな感じやん。だからさ変わったかもしれんけどさ、ほんとダメだったし、あのマスクも怒られたから、ピンクのマスクダメだった。今とか絶対何の色だっていいよね。ピンクのマスク私ぐらいしかましてあんましてなかったけどさ、ピンクのマスクでいいじゃん。なんかピンクのマスクしたとって誰にも迷惑かけてませんっていう感じある。うわ、うん、あと私がマジで厳しいなと思ったのは、あのなんか絆創膏をね、なんか絆創膏なんかのマイメロちゃんの絆創膏をねしてたんですよ。そしたらそれも怒られました。いいじゃん絆創膏ぐらい可愛くさせてよ、マイメロちゃんでもいいじゃんってなった。校則ほとんど意味わからん。それの案件、可愛い柄の、厳しい。なんか多分文房具たちには何もなかったんだけど、めっちゃ厳しい。あとカバンにつけるキーホルダーも確かね1個とかまでしかダメだった。めっちゃ厳しくない？やばすぎ。1個しかダメだし、あれなんだっけ、あれもあるよ、なんだっけ、サイズ感もある。何センチとかどんだけ厳しいのって思いました。髪染めもなんかオッケーだった。マジ？髪なんてもう、それこそ髪の毛なんか地毛が明るい子とかいたんですけど、もうダメだったよ。なんか責められてた。かわいそうじゃない？だって生まれつきさあるじゃん。そんなそしたらなんかそういう届けを出さなきゃいけない。なんか元からこの色ですみたいな、生まれちゃうだからこれですみたいな届け出を出すみたいな。なんだ。でもなんかスクワ肩掛けするのは優先。生まれつきの写真、写真出してたのかな、どうなんだろう。写真を提出ってちょっと嫌じゃない？普通に考えて嫌すぎ。パーマ、わ待って、私もそれ怒られたことあるわ。私めっちゃくせ毛だからさ、なんかその巻いてなくてもさ、なんか勝手になんかいつも、今でも普通にさ、そのストレートをさ、イコノイジョイが夏とかの時ぐらいしかそのパーマみたいな、ストパーみたいな、宿毛みたいなやないんだけどさ、普通にさ癖がやばいからさ、なんていうの、ちょっとこう耳かけてたりとかしただけでももうすぐ跡がつくんだよ。それで何回か言われたことある、なんか巻いてきたみたいな。うん、巻かないよってなったよ。
シャレの前にクゴ使ったらいける。なんだそんなのあったの。あ、マフラーもね、あったよ。規定というか、マフラーもあんま、なんか柄がついたのとかダメだったよ。厳しい厳しい。おさむはんありがとう。 UFO も面倒だよね。あとカバンもあれだったわ。なんか指定のバッグがあったんだけど、その指定のバッグに入らなくて、なんかトートバッグを持って行きます。まあいいんだけど、それはでもなんかその黒の無地じゃないとダメみたいな。なんでその黒の無地のなんかそのあのなんていうの、黒の無地のトートバッグが売ってなかった。なんか見つけられなくて。いや絶対あったんだろうね。あったよね、それはあるわ。でも意外となくない、真っ黒のトートバッグって。なんかしらそのなんか柄というかさ、絶対あるじゃんそういうの。だからさ、なんかやばかった、普通になかった。島村とかにもないんじゃない、どうなんだろう。黒な無地、それこそ無印とか。でも無印もないんだよね多分。意外とワンポイントもダメだよ。でなんか私がないからさ、そのしょうがないやん。でも入んないから持っていきたいと思って、黒のなんかドットのねトートバッグを持って行ったんですけど、怒られたもん。でもなかったからしょうがないじゃん。ないんだからしょうがなくない？あーユニクロとかで、あ確かにそこに行けばよかったのか。注意されて反抗しちゃう。ピンクのマスク怒られた時はちょっと言ったかも。なんで？みたいな。ピンクでいいじゃん。あとはなんかその一回だけすっごいバレないナチュラルな格好をしていったことがあって、だもちろんダメなんだよ、 NG。 一回だけやっちゃったんですよ。とそれはなんでかっていうと、なんかその同じクラスの子でやってる子がいたのと、その子は結構あのなんかティントのなんかリップもねめっちゃ塗ってたの。だからめっちゃ口真っ赤だったんだよ。えみたいな、どういうことみたいな。絶対いくらの血色あれしてでもそんなないやろみたいな。本当になんかこれくらいの色、普通に濃くないみたいな。でなんかそれだからなんかいやーやっていいくないみたいなって、なぜかその1回だけそのやっていったんだよ。すっごいマジナチュラルなやつ、ナチュラルバカナチュラルなカラコン。したらなんかそのね赤いリップとか塗ってたりとか、そのカラコンとかしてた子がその先生にチクって私のことで、あの言われる、怒られるっていうありました。めっちゃ私がやること全てに怒って、なんでさ、その子だってさピンクのマスクしてるのになんで私だけやらなきゃいけないって感じだったよ。これめっちゃ言ってた。これを、ま、めっちゃ友達とかにも言ってた。なんで私だけやらなきゃいけないやろみたいな。なんでリサだけみたいな。めっちゃ言ってた。大丈夫だったよ。やばくない？めっちゃ赤かったよリップ。さすがに赤くて大丈夫そうってぐらいだった。怒られたした。その子の歌一生懸命、間違いない。私本当に覚えてるんだよね。すっごい覚えてる。私小学生の頃にもなんかそういうことがあったんだよ。なんかあの
パクッ、あのさ、そういうのあるじゃん、小学生のあるある、パクったパクってない事件知ってる？よくあるんだよ、マジ女子のあるあるだと思う。多分なんかね、男子はそういうのないでしょ、絶対絶対ないと思うんだけど、あるんですよ女子は。女子のその小学生ぐらいの時のね、あのマジでそのパクってない、パクったパクってない案件っていうね感じで、でなんかその当時はそのなんかシュシュが流行ってたんですよ。小学校4年生ぐらい、4年生5年生ぐらいの時になんかシュシュが流行ってて、めっちゃ流行ってた、なんかすっごい流行ってて、なんかその小学生は特にその校則とかもなかったから、あの何でもよかったんですよ、別に何をやっていっても。まあ、いや染めたらダメだったのかな、ちょっとその辺はあれだけど、飾りとかでもとりあえず何でもよくて、ポニーっていうか、そうシュシュつけてもいいし、リボンつけてもいいしみたいな感じで、でなんかシュシュをなんかつけていったら、なんかなんか私のなんかパクったみたいなこと言われて、言われたっていうか陰で言われたんだ。でなんか歯みたいなのってパクってないしみたいな感じだったんだけど、今はこうやって言ってるけど、その時はマジでなんかみんなやってよくないみたいな感じ。だからそうなんか、そうそう、私の真似したでしょみたいな感じなって、なんかやっぱ小学生あるあるじゃない、なんかそういうの、小学生あるある。でもめっちゃ覚えてたよね、すっごい覚えてる、名前も忘れないぐらい覚えてる、すっごい覚えてて、なんかみたいな感じだった。あ、盗むにしてないよ、あのなんていうの、真似したとか真似してないとかそういうやつ、別に真似してないのにさ、一緒に買ったとかでもないしさ、まあ、一緒に買うこととかないか。そうパクるって言う、そうなんだよ、逆に小学生ぐらいまでだったかも、そういうの。中学生とか高校生もそのパクったとかじゃなくて、なんか別な感じになるね。それでなんかパクって、ねえ、ゲリラ豪雨やばい今、ちなみに今雨嫌なんだけど、そう、そのすぐパクるって言って、なんかみたいな、みたいな感じだった。マジか、雨降ってるの嫌だかも、男子走り回ってる時やばい。でもなんか男子からめっちゃ、私はあの昼休み、小学生の頃の昼休みになんかみんなで遊ぶ時みたいなのあって、なんかドッジボールとか、めっちゃ好きじゃんドッジボール、みんな、私ほんと嫌いだから、なんか昼休み行かなかったりしたんだよね、行かないようにしようとしてた、したらなんか何だか読まれたのか、なんかその男子からなんか絶対来いよみたいな感じ絶対来てねとかじゃないじゃん、だあの男の子だから、なんか絶対来いよみたいな感じでやめて絶対来いよって言われても行きませんって感じだったから、やだって感じで確か言って終わった。あ、で行ってないや、行ったっけな、行ってなくて、そう、行ってなくて、でそしたらなんか、なんで来んかったんみたいなこと言われるよ、またそれはそれで、だって嫌いだからいや言ってないわ、多分私無言だったその時、今の自分ならさ無理だよとか結構言えたけど、なんか当時はとかなんかそういう感じでもなかったから、本当にあのそう、でもなんかめっちゃそんな感じだったよ、ドッジボールほんと無理、いっちゃ無理、
なんか意味が分かんなかった。なんかドッジボールをなんでやるんだろうみたいな、ボールを当てる、すっごい冷静になっちゃった。なんかボールをなんか人に当てて、そのコートから追い出して、あ、当てて入って、え、何が面白いか分かんないって思いながらやってたんだよな。やんなきゃいけない時あったから、全部をキャンセルしたわけじゃないよ。やった時もあった。しかもなんかね、中高生になるとなんかやどっちもやる機会は少なくなったんだけど、なんか柔らかいボール2個になっちゃって、まあ男子いないから、そのめっちゃバーンって感じじゃないかったんだけど、ただボール2個っていうのがきついかった。もうこっち見たりこっち見たりみたいな感じで、そう、懐かしいよね本当に。中高のそういう時もありました。ティングハートありがとう。え、雨やばそう。え、なんか音が、なんか音がめっちゃやばいかも今。え、怖い。え、今やばいでしょ絶対。外やばいよ音する。今やばいよね。ザーって聞こえる？え、やばいよね。今やばい。ちょっと待って。トレンド入りしてるから。雨やばいとか。雨やばいとか。結構やばめとか。やばい、揺れちゃった。都心ゲリラってる、ゲリラ豪雨みたいです。トレンド入りをもらう。え、私トレンド、え、なんか英語なんだけど。え、待って、ゲリラ豪雨トレンド入りしてるよ。関東直撃もトレンド入りしてるか。関東やばい、ゲリラ豪雨は場所による真っ赤だな。真っ赤だな。え、あれ真っ赤ってさ、あの雨雲レーダー、え、ね、雨雲レーダーの様子はどう？もうずっと雨？雨雲レーダーさん、ちょっとマシになるとかない？ゲリラ豪雨トレンド入りしてるよ。ゲリラ豪雨毎日急な土砂降り、雷が落ちた、やばいじゃん。雨雲レーダーの様子がおかしい。東京はゲリラ、やだ。20時ぐらいだと落ち着く。ちょうどサイン会始まるんですけどって感じ。逆に終わったら大丈夫ぐらいなのかな。え、ちょっとじゃあ今からやばいってこと？今からやばいってこと？今からやばいってことだよね。日傘しかない。いや、そうだよね。一応なんか多分兼用ではある。雨でも大丈夫ですよーみたいな。7時ぐらいにゲリラ雨、すごい高い。
ちょっと無理かも。いやでも傘はまあ一応あるからあるんだけど、どうしよう。っていうか普通に傘さしてても入ってくるよね。嫌だかも。そう、ここじゃないんだよね、サイン会の場所じゃなくて。ここ今危ないから気をつけて。やば、雨強いタイミング、避けたいよ。避けたいけどさ、でもあの8時までには絶対出ないと間に合わないっていう。だからタクシーも捕まらないか。1時間くらい強いから絶対無理。終わりだね、もう終わりちゃんすぎ。だってもう1時間、待って待って、1時間と7時20分でしょ。ちょっとやばいよね、危なくない？時間がない、ないね。ちょっと8時からでしょ。ちょっとドキドキする。雷の音聞こえない？雷の音はね、ちなみに聞こえない。サイン会自宅でさせてもらう、やばい。どうしよう、雷やだ、無理かも。でも強いんでしょ今雨。なんかこの間もやばかったんだよね、急に降ってきて。しかもその時に限ってね、あの何もなくて、もう傘も何も。これじゃあこれから移動。そうだよ、ここじゃないんだよね。だからみんなもういないんだよ。あ、いる子もいる、あの2部の子いるかもしれないんだけど。自宅の近く雷鳴った。え？マジ？やばいじゃん、雷鳴ったの。どうする？無理かも。今やばいかな、雨どれくらいやばいかな。なんかそれもある。普通にやばいか、普通にやばい。でも逆に他のメンバーは、それこそ一部のメンバーとかもうやってるでしょ今多分。今やってるよね。そうなるとさ、多分ワンチャン振られてない説ある。なんかさっき急にじゃない？だってだからワンチャン振られてない説もあるよこれは。あー、そんな急に振るとか知らないよ、言ってよ。言ってよ。そうだよね、一瞬やむ時もあるもんね。でもちょっとやまなそうでしょ。どうしたらいいかな。ちょっとマシ、ちょっとマシじゃないね。やばいかな。待って、でもさ今マシなのかな。ピコちゃん、ヤッホー。そうなのかな、遅ければ遅いほどマシ。ちょっとマシになった瞬間にダッシュ、やばいやばいやばい、マジか。カー君こんばんは、まさかありがとう。
今一番ダメ？でももうそろそろ配信終わろうかなみたいな感じなんだけど、今やばい最悪なんだけど、誰かいないかな、ワンちゃん。もう、あ、もうっていうかここにもう行っちゃったかな、みんな。いや、行ってそうだな。大声、あ、でも聞こえないよ。もうね、階違うんだよね。みんなのいる階とまた違う。いや、一緒に移動はね、しないんですよ。バラバラ。バラバラちゃんです。どうだろう、ちょっと聞いてみるか。花ちゃんとかまだいたりするから。でもなんかね、先に行くって言ってたよな、ワンちゃん。だから、困った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 。いや、ワンチャンタクルあるよ。でも捕まらないよね。呼ぶ感じだよね。移動が大変だった、やばい。全然さ、飛行機とかでもないのにやばいやばいやばい。池袋から羽田までやばいよ。あんまりさ、ちょっとタクシーの呼ぶっていう手段をちょっとあんまりやったことなくて怖い。ヘリコプターやばい。お仕事終わったって、お疲れ。他の人も呼んでそう。いや、それな、ワンちゃんね。ワンちゃんあります。でもあれだわ、ちょっと着替えないと。私これじゃないよ。え、雨やばいって言ってるよ、なんかお天気さん。てか音がやばい、普通に。こっちからもうちょっと仕事で終わる。仕事終わる、お疲れ。疲れちゃんだ。雨やばいらしい、気をつけてね。雨は困った。雨嫌いです、やっぱり。あの、この急な雨が嫌いかも。わかる、ゲリラ豪雨一番無理。今雨降ってない？送ってあげてあげたい。今月ゲリラさん多すぎです。急に来るの困るよね。今の時期多いんだ、やっぱ。そういう、なんて言うんだろう、ゲリラ豪雨は。帰宅してニュース見たらやばい、やばいよね。神奈川降ってない。え、神奈川降ってないの？やんだ言うて自分も帰り。え、気をつけてね。雨降ってると渋滞起きそう。確かに台風10号も来そう。台風10号やばい。そっか、バシャバシャ降ってるよね。都内も一部だけやばい。絶対やばいじゃん。だって音やばいもん。名古屋やば、埼玉家屋どころか3時間ぐらいずっと。やばい。ルカーには久しかったのでありがとう。
めっちゃ聞こえる？え、聞こえてる？みんなパシャ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 さっきやばかったんだよ、めっちゃ急に来て音がもうわーって感じだったの。こわバシャバシャなんだ、ザー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 バシャバシャザーザー、もう、やばい、エアコンの音、確かエアコンもまあついてるけどエアコンの音はしないね。都内が今バシャバシャ配信窓だけどこっちもやばいよね。ぐっちゃん初見さんありがとう。でもやばい、ちょっとそろそろあれするかな、終えるかな。仕事戻るね、だってありがとう。日焼けのやつ？え？いや、わかんない。絶対日焼け？日焼け？こんばんは、気をつけて移動しなくてありがとう。え、渋滞するしてるのかな、それもなんか考えるのがちょっと頭が無理。いや、わかる、なんかさ、まあ、タクシー乗ってもいいんだけど、その、あのどれくらい、なんかね、渋滞、込み、とりあえずじゃあ40分とかに終わる？お知らせ出ちゃう、やばいやばいやばい、お知らせはね出ないよ、大丈夫、お知らせは出ないよ、とりあえずだから着替えもしな、して髪の毛はちょっと一応家でストレートやってきたけど終わると思うから待つか、でも濡れるか、ちょっとりあえずは何かしら髪の毛をやりのって感じ。お知らせビビっちゃうよ、お知らせはねないですよ、元気ですよ、ちゃんと交通も大丈夫だと信じたい。まだだ、まだ時間あるから、ストレート大好き、嬉しい、本当？ストレートにする？今日悩むな、ストレートでワンチャン、ワンチャンス、こんばんは、みんなこれこの雨おすすめだよ、おすすめだからみんな食べてみてね、特濃ミルク 8.2 カフェオレ。 8.2 って何なんだろうか急な疑問。あ、こっちの飴ね、キャンディーな方、しかもなんか一時的な、えっ？いいとか言っちゃった、一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減だって、こんなん書いてあるんだ。こちらえ、 8.2 って何だと思う、めっちゃ気になっちゃった、何 8.2 って何、何の何の何の、
製造された日とか、なんかそういう感じ違うかな。発酵エヴァ 8.2 ってなんだ。一時的にらしい、一時的に軽減してくれるらしい。あー、濃さちょっとあるかも、気になる。ちょっと濃さはあるかもね。牛乳なら、濃さ。マルルタン、こんばんは。味の濃さ説出てきたかも、これワンちゃん。特濃ミルクカフェオレは 8.2 だって。あ、濃厚ってことかな。ほんと何の貼っていいんだろう、ちょっと分かったら教えて。でもさ、これ調べようがないよね。なんで 8.2 なのかとか調べるのかな。調べようがないよね、ちょっと分かんない、むずいの。乳脂肪分なの。ちょっと待って、分からん、そういうの。牛乳との割合ってこと。あ、じゃあ8コーヒーに牛乳ってこと。これじゃあコーヒー率高めっていう話。すすきにしょこちゃん出るかな、どうなんだろうか。あ、ね、見たい。私も問い合わせやばい。大丈夫、問い合わせ時間40分になったわ。逆？ミルクが8で2がコーヒー。あ、そっちかな。山手線大雨で止まったらしいよ。マジ気をつけてみんな。 8.20 比率じゃないよ。待って、やばいじゃん。乳脂肪めっちゃ欲しいだろ。なんで。みんな気をつけて、マジ雨。店でご飯食べてきない。いやー、本当に。そっか。でもとりあえず、まあ、美味しいからおすすめ。じゃあ食べてみてね、みんな。こちらカフェオレ、ぜひ食べたらじゃあ報告しに来て、リサに報告して。てか山手線止まったの大丈夫そう。みんな気をつけて帰れる、大丈夫そう。私も今から支度して行きます。気をつける、もぐもぐ。私もきっとこれ今日食べるよ。じゃあ40分もなったし、ランキング読もうかな。ありがとう、よし。じゃあランキングを見ます。13位、ちなつ。12位、アンドロメダユキ。11位、高橋聖太。10位、マー。9位、ヒンキン。8位、ココア。なんかなんていう、ココアってなってるね、やばいやばい。待って、危ないよ。止まり。危ない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 。変なの押しそうになって、通報しそうになって危ないです。通報じゃないや。なんだ。待って、ココナちゃんだよね。待って、ココナちゃんの様子。ちょっと待ってね。ちょっと、改めますね。13位ちなつ、12位アンドロメダユキ、11位高橋聖太、10位マー、9位ヒッキン、8位ココナ、7位エレメンツ、6位スカイ、5位お米、4位ヒロシ、3位タカ、2位まっちゃん、1位がゆうきでした。ありがとうございました。すごい、なんか初めてのランキングの方最近多くて嬉しい、いっぱい。新幹線止まったり大丈夫、本当にみんな気をつけてね。私も気をつけて
移動しますので、本当にゲリラ豪雨気をつけてください。本当にで、サイン会来てくださる方はよろしくお願いします。20時からです。今日はお話ができるタイプのサイン会なので楽しみにしてます。来てくださる方よろしくお願いします。あとお家とかまだつけてない方は気をつけてね。本当に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 、ということで、じゃあまた後で会える方は後で会おうね。とりあえず服を着替えたりいろいろ準備していくよ。ありがとうございました。バイバイ。みんな雨気をつけてね。本当にバイバイ。